海ね。앞머리 진짜 잘라야겠다. 너무 길어. 자기 친구 있네, 저기. 있지? 저기, 초록색 인간. 되게 친구, 자기인데 딱 사이즈. 그거 벗어야지. 신발 벗어야지. 와, 진짜 메이플 같다. 가로지니까 진짜 메이플 같다. 맛있게 드십시오. 네, 감사합니다. 와, 맛있겠다. 이런 떡가게 진짜 오랜만에 보네. 내가 진짜 먼저 먹었다. 그러니까 오늘 뭔가 느끼한 게 먹고 싶었어. 여기야, 저거 화면 티트 좀 적어주라. 안 보이게. 외부로 올리는 거. 그러니까 이것만 먹어도 배부르겠다. 토마토 리조또랑 런치알 파스타. 로제 파스타인가? 새우 로제 파스타. 뭘 기억했는지 기억해. 선생님 퀄리티가 좀 안 좋아서 장비하고 사람들 많은 시간이 너무 이르다 보니까 記事読みましたか。日本6月から入国規制緩和、日本で3日間の隔離免除。帰国してからほぼ1年半ぐらいだったんですけど、まあ日本人ではないのに3年しか住んでないのに、その街並みとか雰囲気とか、匂いとかそういうが恋しくなる感情。こうやったんですけど、今年が終わる前には日本に行けると思うので、その日本語の感覚感を失わないように、普段も日本語を話す習慣を身につけようと思います。でも話す相手がいないんですけど、独り言でもチュプロでいいね。クリームチューブ、あ、ハンゴはこれツナになってる、こうチューブになってるツナマヨなんですけど、こうベーグルにもめっちゃ似合うし、多分サンドイッチとかにも似合うと思います。サインがなくて、普通一般人はサインないじゃないですか。で、さっきちょっと練習して、こう何がいいかなと思ってちょっと練習したんですけど、まあまあ可愛いのが出来上がりました。こう、丸のまを
顔にしたスマイルなんですけど、結構サインっぽくないですか？韓国に帰ってきてからも一応毎日日本語を使ってはいるんですけど、最近はジャパンラジオという、はい、ジャパンラジオっていうアプリなんですけど、 NHK とか日経とか KBS とかこういろんなニュースが聞けて、もうリスニングの勉強には結構おすすめします。洗浄などにこの工業用水の水を使っているということです。ねえ、旦那にちょっと薬買ってきてってお願いしようとしたんですけど、取引先と飲み会があって帰り遅くなるから自分で直接買いに行きます。私は普段本当に週1回ぐらいしかメイクしないんですけど、あのフリーランサーなんで、でも最近はちょっと気温も上がってきたし、で日焼け止めとこのパウダーは必ずしてから外出をしています。近くに行く時も。これはあの VT コスメティックスのシカノージェルメマイルドパウダーなんですけど、もう日焼け止め塗ってから軽くちょっとテカテカしてる肌をきれいに仕上げるために使っています。でこの成分を見たらわかると思うんですけど、無香料で本当に肌に優しい成分が多くて、もう出来物とか全然なくてほぼ毎日使っています。さっき食べたベーグル全部入ったので消化しやすいものを食べないといけないから、野菜おかゆ、一人前の半分の半分、4分の1です。明日前から1日1パックをしてるんですけど、最近はあの VT コスメティックスのチカデイリースージングマスクを毎日しています。でこのマスクはビビとかの雑誌にも何回も紹介されたことがあって、このコスメのレビューサイトでレシートマスク部門でも1位になった商品らしいです。この緑のパッケージにトラが書かれてて、なんでピントがちょっと合わないの？あの、トラシカとも言われてる。で、パックも結構薄くて、保湿力も密着力もいいし、10分でできるので、私は髪の毛を乾かしながらパックをつけています。私は結構ひどい乾燥肌なんですけど、このパックをつけて、シェービングクリームをたっぷり塗って、で寝ると、で朝までしっとりして化粧のノリも良かったです。30枚セットなんで1ヶ月、ちょうど1ヶ月でコスパもいいし、あとどっか行っちゃった、専用のピンセットも入ってて衛生的にもおすすめです。